デュオディスカス、ペンシルベニア州で飛行訓練中のデュオディスカス T シェンプ、ハースデュオディスカスは、滑空機の競技を含むクロスカントリー飛行のために、高性能複座の滑空機。しばしば先進的な訓練に使用される。アメリカ空軍では TG-15A として知られる。デュオディスカスは、シェンプ・ハースの高性能複座練習機として、ヤヌスを置き換えた。名称は、 成功を収めた標準型のディスカスと同じではある。ものの、実質的には別物である。1993年に初飛行して、以降、こんなオチェコのオーリカンの工場で生産中である。主翼は20メートルで、運搬のために4分割可能で緩やかな、全身翼で後部の操縦士は重心に近い。滑空比は44.1である。 格納式の2ストロークエンジンを既存の機体に搭載可能で長時間の滑空に利用できる。これまで500機以上のデュオディスカスが2007年8月以降に製造された。主要な競合機種は DG フラグスガーバを DG-1001 である。デュオディスカス X は2005年に発表された改良型である。これは着陸フラップが着陸時の制御を向上するために改良された。 同様に、ウィングリットも改良され、サーマルソアリングの飛行特性が向上した。操縦席と地面との間の距離が広がったので乗り込む、ことが少し困難になったが、翼の向かい角はわずかに高くなった。デュオーディスカス XL は最新型の派生機種である。胴体は、シェンプ・ハース・アーカスと、シェンプ・ハース・ニンパス 4D と共通で、操縦席は、 座席の快適性と安全性、人間工学上の理由のために 10cm 延長された。エアブレーキは 4cm 前円に移動して 18mm 高くなった。ありがとうございます。